反日感情を煽る K-POP アイドル？日本で稼ぐ資格なし？突然ですが、皆さんは K-POP は好きですか？ K-POP は韓国のポピュラー音楽の通称で、日本は現在第5次韓流ブームと言われています。韓国ドラマや K-POP、 韓国料理に韓国旅行など、韓国の魅力にハマっている人が多いようです。しかし2024年9月、韓国の6人組ガールズグループ NMIXX がある YouTube 番組で、トクトは我が領土という歌を歌い、日本の一部ファンから非難が殺到しました。さらに動画のコメント欄では、日韓両国のネットユーザーが激しい論争を繰り広げているのです。ちなみにトクトとは竹島のことを指していますが、有名な日韓問題の一つであり、竹島問題という言葉を一度は耳にしたことがある人は多いでしょう。この竹島は歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本の固有の領土ですが、韓国は自国の領土として主張しています。そしてこの問題は未だ解決されていないため、 NMIXX の行為は日韓問題に荒波を立てるきっかけになってしまったということです。実は韓国は、トクトは我が領土と発言したり、反日行為にまつわる騒動はこれまでも何度も起きていました。今回は NMIXX の歌をきっかけに勃発した論争を紹介しながら、過去に起きた騒動について見ていきたいと思います。では早速行ってみましょう。日本でも人気のある K-POP アイドルですが、あるグループに非難が集まっています。そのグループは NMIXX。 NMIXX は2022年2月2日に TWICE や ITZY などを輩出した韓国の大手芸能事務所 JYP エンターテインメントよりデビューした6人組ガールズグループです。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されているグループです。そんな NMIXX は2024年9月に、トクトは我が領土という歌を歌って、日本ファンから批判が殺到し、ネット上で大炎上しました。韓国ファンと日本ファンの間で論争が繰り広げられ、話題を集めています。そもそも、なぜ批判が殺到したのかというと、トクトとは竹島の韓国名。すでにお気づきの人も多いと思いますが、竹島といえば日韓問題の中でも有名な竹島問題ですね。ここで簡単に竹島問題について説明しましょう。竹島は日本本土から約 211km 離れた日本海南西部に位置し、女島と大島の2つの島とその周辺の数十の小島からなる島々の総称です。日本が古くから竹島の存在を認識していたことは、多くの古い資料や地図により明らかになっています。17世紀初めには、日本人が江戸幕府公認のもと、ウルルン島に渡る際、竹島を航行の目標としたり、停泊地として利用するとともに、アシカやアワビなどの漁漁にも利用していました。つまり、遅くとも17世紀半ばには、日本の竹島に対する領有権は確立していたと考えられています。その後、1905年の閣議決定により、竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認されていますが、韓国側は日本よりも前に竹島を実効支配していたと主張。ただ、韓国は主張するばかりで、裏付けとなる明確な証拠は提出せず、国際裁判も拒否しています。それなのにもかかわらず、韓国は竹島に武装要員を置き、一方的に灯台、宿舎、埠頭などを建設し、定期船を運航して観光客を上陸させるなど、不法占拠を続けているのです。つまり、日韓の間で解決されていない政治的な問題をアイドルグループが歌ったということですね。また、トクトは我が領土という曲は、1982年に韓国のお笑い番組で初めて披露されました。番組のプロデューサーが、日本がトクトを自国領土だと主張するという記事を読んで、怒りを感じて作曲したと知られています。以来、歌いやすい4拍子の単純なリズムやメロディ、韓国人の愛国心を刺激する歌詞で老若男女を問わず、韓国国民に大きな人気を博してきました。要するに、
韓国人にとっては領土主権を主張する象徴的な存在なのです。グループの持ち歌ではなく、韓国人が共通認識している曲であるということですね。とはいえ、トクトは我が領土なんて歌えば、日本から批判が殺到することは容易に想像できます。実際に YouTube のバラエティ番組に出演したエンミックスが、トクトは我が領土を混ぜた替え歌を歌ったことで、コメント欄は大炎上。これを見た日本のファンは、アイドルが政治的、歴史的発言をしてどうするつもりか。日本でお金を稼ぐくせに、とすぐに不快感をあらわにしました。すると韓国のファンからは、日本人はパスポートがなければトクトに入れないくせに、口数が多い、と反論コメントが寄せられ、論争が勃発したのです。そして次第にコメントの内容は過激化していきました。韓国側からは、日本人よ、どうか歴史の勉強をして。トクトは韓国の領土だから、今まで君たちが足を踏み入れることができなかった、など、政治や歴史を指摘するコメントが増加。中には、日本人は無駄に反日なんて言わないで、普段の ATM 機械のように行動しなさい、といった日本人を侮辱するようなコメントもありました。このコメントに多くの日本人が激怒したことは言うまでもありません。その結果、二度と日本に来てほしくない、課金するのやめる、など、ファン同士の論争にもかかわらず、エンミックスの日本のファン離れにつながっているようです。ただ一方では、自国の領土だと叫ぶのは、その根拠が乏しいか、認識している証拠だ、という冷静なコメントも。しかし、どうしてわざわざ日韓の関係が悪くなるようなことをしたのか、気になりますよね。まず、日本と韓国では、反応に大きな違いがありました。韓国では、エンミックスのパフォーマンスに対して、特に大きな問題視はされておらず、むしろ、韓国のファンは、彼女たちの愛国心を評価しました。一方、日本では、この行動が、反日として捉えられ、SNS を中心に炎上しました。これは日韓の歴史的な対立が背景にあるためであり、特に先ほど紹介した竹島問題は、両国の感情的な争点の一つです。しかし、エンミックスは、今回のように国際的な炎上を予想していなかったかもしれません。その理由は、韓国では、トクトに関する教育が小学校から行われており、トクトを守ることが、国の主権を守ることと結びつけられているからです。つまり、反日教育。特に、若い世代にとって、トクトは、韓国領土という主張が、物心つく前から教え込まれているため、当たり前のこととして受け入れられていることが多いのが現状です。そのため、エンミックスのメンバーも、特別な意識を持たず、歌った可能性があるということです。もしかすると、日本人が同様の、桜桜を、歌った程度の意識だったかもしれません。また、コメントを見ていると、路線変更したのではないかという意見もありました。つまり、日本で人気を得ることができなかったため、反日アピールをして、韓国国内での好感度を高める狙いがあったということ。今回の炎上に対し、所属事務所はコメントを公表していないため、どういった経緯があったのかは定かではありませんが、日本への配慮が足らなかったのは事実ですね。これまでの竹島問題の歴史を知っていれば、アイドルグループにこのような曲を歌わせれば、問題が起きることは容易に想像できたはずです。ところが、調べていくと、政治問題である、トクトは我が領土を韓国の歌手や俳優が発言するのは、今回が初めてではありませんでした。過去の事例について、具体的に見ていきましょう。ここからは、韓国の芸能人にまつわる、反日騒動について見ていきたいと思います。皆さんは日本に K-POP 旋風を巻き起こした韓国のアイドルグループ、カラーを覚えていますか？ K-POP に興味がない人でも一度は聞いたことがあると思います。カラーは2010年に大ヒット曲ミスターで日本デビューすると、瞬く間に日本でブームを巻き起こし、日本での K-POP ブームを牽引しました。2013年にはK-POP ガールズグループ初の東京ドーム公演単独ライブを開催するなど、その人気は確かなものでした。ところが、2012年8月の帰国記者会見で起きた出来事をきっかけに、韓国でバッシングを受けることになってしまったのです。その理由は、記者会見で記者から、竹島はどこの領土かと質問され、言葉を濁したからでした。
記者から竹島をめぐる領土問題について質問されると、メンバー5人の表情が硬直。そしてリーダーのギュリさんは、韓国で活動するのは久しぶりです。日本のファンからは愛をたくさんいただいて、などとうつろな表情で語りました。しかし、この様子が放送された直後から、記者の質問をはぐらかしたとして、カラが韓国国内で批判を浴び始めたのです。さらに、韓国の大手新聞も、韓国のネットユーザーから顰蹙を買っていると報じました。帰国記者会見で、なぜ竹島の質問をしなくてはならないのか、理解に苦しみますが、これが韓国の現実です。また、2008年6月7日、ソウル・チャムシル、オリンピックメイン競技場で行われたドリームコンサートでは、東方神起が、徳とは我が領土は歌えないと拒否したことが話題となりました。東方神起といえば、2004年2月に韓国でデビューし、日本においても J-POP の新人として2005年4月にデビューを果たした韓国デュオ。デビュー当時は5人でしたが、現在はデュオとして活躍しています。その圧倒的な人気は韓国、日本だけにとどまらず、アジア各国でその名を轟かせており、2006年、2007年はアジアツアーを大成功させ、現在もその人気が衰えることはありません。問題となったドリームコンサートとは、韓国のトップクラスの歌手、アイドルなどが集まり、1995年から続いている韓国の毎年恒例のコンサートです。そしてコンサートのエンディングでは、参加アーティスト全員がステージに上がり、徳とは我が領土を歌う予定でしたが、これを東方神起は拒否しました。その理由は、日本ファンが悲しむから、とのこと。日本のファンにとっては嬉しい配慮ですね。この後、東方神起は日本での人気を一層強めたことは言うまでもありません。そして2017年には、アイドルグループ G-FRIEND のメンバーが新曲のミュージックビデオ関連動画で、替え歌で徳とは我が領土を歌い、批判を集めました。ちなみに G-FRIEND は2015年に結成した韓国の6人組ガールズグループ、2021年5月22日に活動停止しています。問題になったのは、フィンガーティップの MV 動画の中で、メンバーのオムジが、徳とは我が領土と銃を撃つ真似をしながら嬉しそうに歌っているのです。つまり、銃を撃つ仕草をしたということは、日本人を撃つという意味に捉えられてしまいます。そして、この動画を見たファンから、これから日本で活動していくのに、なぜ反日を見せるのかというコメントが殺到したのです。2024年7月には、世界でも人気の高い韓国ボーイズグループ BTS のリーダー RM が過去に韓服を着て徳とは我が領土を歌った姿を SNS に掲載して大きな論争を呼びました。この動画は2013年韓国で放映された新人王 BTS チャンネル番団のワンシーンです。動画で RM は白いチョコリ、黒いチマなど韓服を着てメンバーの前でカラオケマイクを握って徳とは我が領土を歌いました。これは罰ゲームの一つだったようですが、罰ゲームということはやりたくないこと、つまりやってはいけない、やらない方がいいという認識があることがわかりますね。また、韓国ソンシン女子大のソ・ギョンドク教授は、BTS のこの動画を SNS 上で公開した上で、動画内容を批判した日本人を悪者扱いしています。K-POP のスターが歌った、徳とは我が領土を利用して、徳とに対する無理な主張を展開しようとする傾向があると指摘しているのです。さらに、こうした日本のネットユーザーの活動は、むしろ自国のイメージをより悪くするだけだと主張しました。反日教育が根付いている韓国では、教授という立場の人ですら、間違った歴史を認識していることがわかります。ネットで少し調べれば、韓国が自国領土だと主張する証拠を一切提出していないことは明らかです。それなのにもかかわらず、平然と自国の領土だと主張し、一方的に占領する行為は恐ろしさすら感じますね。BTS にまつわる問題はこれだけではありません。メンバーのジミンが着用していた T シャツに原爆の写真がプリントされて、まるで原爆投下を嘲笑うようなデザインが大問題になりました。日本人の過去の悲しみを象徴するようなデザイン T シャツを普通に着ることができる心境は理解に苦しみます。このように反日行為が続く韓国ですが、
2023年には韓国で X を中心に K-POP アイドルたちの徳とは我が領土チャレンジが大きな反響を呼んだことをご存知ですか？これは BTS や SHINee、NCT などの K-POP スターが徳とは我が領土に合わせてダンスパフォーマンスを披露する動画です。しかしこの動画はアイドルたちが実際に曲に合わせて踊っているわけではありません。アイドルのダンス動画に徳とは我が領土の曲をかぶせただけの合成動画なのです。韓国の俳優や歌手を利用した反日を煽るような行為にはほとほと呆れてしまいます。しかし韓国では芸能人たちに対して政治的な発言を求められるのは当たり前となっています。その上、本人の意思に関わらず愛国心がある発言をしなくてはなりません。彼のように濁らしたりすれば屋内で大バッシングを受けるからです。確かに芸能人の発言は影響力が強いですが、政治的な問題をエンターテインメントに結びつけて利用する韓国の行為は受け入れがたいものがあります。今回の NMIXの徳とは我が領土にまつわる問題は、日韓の歴史的かつ政治的な背景を再認識させるものとなりました。彼女たちが歌った理由は意図的に反日感情を煽ろうとしたわけではないかもしれません。ですが、国際的な活動を行うアーティストとして文化や政治的な感情に対する理解を深めることが求められるでしょう。日本人と韓国人は反日問題の当事者なので、どうしても論争がヒートアップしてしまいがちですが、他国の人のコメントはとても冷静です。例えば、誰だって広島のデザインを日本で着ない方が良いくらいはわかるでしょう。相手の立場に立って考えるべきでは？という正論コメント。他にも原爆投下では多数の韓国人も犠牲になっているため、反日という意図で T シャツを着用したならそれは恥ずかしい行為という意見もありました。このように海外の反応を知ることで自分たちの意見をより客観的に見ることもできますね。日韓の両国がエンターテインメントを素直に楽しむためには韓国の意識改善が不可欠です。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。1週間なんてありえない？世界中が仰天した日本の真摯な姿。皆さんは覚えているでしょうか？2016年11月8日、福岡県の博多駅前で大規模な陥没事故が発生しました。街中に突如直径30メートルの穴が現れたのです。そのニュースは瞬く間に全国、さらには世界へと広まり、復旧には数ヶ月かかるだろう、いや数年かかるのではないか、そんな声が聞かれました。しかし実際にはあっという間に人も車も通行可能に、なんとたったの1週間で復旧を成し遂げたのです。これが世界中の人々を驚愕させました。当時ニュースを見ていた皆さんも、まさか1週間で元通りになるなんて思っていなかったことでしょう。これは各方面の責任者たちが迅速な判断を行い、さらには多くの人々が復旧作業に対して真摯に向き合った結果です。今回の動画では前代未聞の事故に対する日本人の真摯な姿と、それに驚愕した海外の人たちの反応をご紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。2016年11月8日の午前5時15分ごろ、博多駅前の道路に亀裂が入りました。バキバキという音を立て始めた道路には穴ができ、その穴は徐々に拡大。そして1時間も経たないうちに、まるで映画に登場するかのような恐ろしく巨大な穴となりました。幅30メートル、深さ15メートルとなったその巨大な穴は、5車線の道路と両脇の歩道を飲み込むほどだったのです。この事故は地下鉄延伸工事の影響で地盤が緩んだことが原因でした。幸いにも怪我人や犠牲者は出なかったものの、その影響により都市機能を担う上下水道、電気、ガス、通信、そして道路のインフラは軒並み途絶。
銀行においては、福岡銀行、新和銀行、熊本銀行の3行がシステムを利用できない状態に陥りました。通信サービスにおいても、500回線以上に障害が発生してしまったのです。また、周囲のビルに避難勧告が発令されるなど、九州の玄関口は大きな混乱に見舞われました。このような事故であれば、復旧には相当の時間がかかるはず、と誰もが思うことでしょう。しかし、冒頭で述べた通り、この衝撃的な穴は、なんと1週間で元通り。これは復旧作業に対して、オール福岡で真摯に取り組んだ結果といえます。市の関係各部署、施工業者、インフラ会社、さらには警察や消防など、すべての機関が一丸となったのです。これにより混乱を最小限に抑えつつ、迅速な復旧が可能になりました。その時一体何が起こっていたのか、福岡市長の決断と復旧に参加した人々の活躍にスポットを当ててご紹介しましょう。まずは福岡市長の決断について。事故当時、高島総一郎市長は関係機関にこうお願いしたと言います。事故前に時間を戻したいと自分も思うが、それはできない。できることはいかに早く復旧するかだ。だからぜひ皆さんの力を貸していただきたい。世界がこの陥没のニュースを見ている。今こそ日本の底力を世界に見せましょう。すると、高島市長の言葉に応えるように、うちは迂回路を作るので2日あれば何とかなる。持ち帰ってやり方を検討する。など前向きな言葉が飛び交いました。しかし、復旧作業に取り掛かる直前に、高島市長は大きな決断を迫られることに。それは原因究明の調査優先、埋め戻し優先、どちらにするかという決断です。衝撃的な事故だっただけに様々な意見が交わされ、埋めてしまえば原因がわからなくなる。まずはしっかりと状況を調査しないといけない。と、原因究明の調査優先を支持する人が少なくなかったのです。確かにそれは正論でしょう。しかし高島市長は即座に埋め戻し優先を選択したと言います。穴をそのままにしておけばさらに拡大する可能性があります。そのため二次被害を防ごうとしたのです。しかしその選択に対してネット上では原因を隠すつもりかと批判の声が上がりました。いやいやそれは違うでしょうなんて思いますよね。皆さんよく考えてみてください。もし目の前で火事が起きているとして、火を消す前にまずは原因を究明しようなんてならないですよね。この高島市長の決断が奇跡的な復旧をスタートさせたのです。次はそんな市長の決断に共鳴し、復旧に参加した人々の活躍について。復旧には福岡市内の多くの建設会社やインフラ関連企業が参加しました。普段はライバル的存在の企業同士であろうと、この時ばかりは手を取り合って目の前の問題に向き合ったのです。これにより豊富な人材と機材が短期間で集結し効率的な作業が可能に。通常の工事は日中に行われることが多いですが、この時の事故では24時間体制での作業が行われました。作業員たちは昼夜を問わず交代制で働き、交通や市民生活に影響が及ばないよう最大限の努力を払ったのです。また通常ならば道路を先に直し、その後にインフラの復旧を行うのが一般的でしょう。しかし道路の埋め戻しと並行してガスや水道、電気、通信といったインフラの復旧作業が進められました。こうしたオール福岡での取り組みが復旧の成功に大きく貢献したんですよね。このように市長の決断、そして多くの企業、多くの人々の協力により、わずか1週間という期間で道路が元通りとなりました。これは共感性や協調性を持つ日本人だからこそ成し得た技でしょう。それにしても、いくら協力し合ったからといって、あの巨大な穴がたったの1週間で元通りなんて、なんだか信じられませんよね。皆さんもまだ腑に落ちていないのではないでしょうか。ではここからは、あの時どんな物語が繰り広げられていたのか、じっくりご紹介していきますよ。事故発生日の午前9時半ごろ、建設会社環境施設に一本の電話が入りました。電話を取ったのは営業課長の幾保健一氏。大変なことになりました。博多駅前で大規模な陥没事故が発生し、幸い被害者はいませんが、
道路がほぼ崩れ落ちました。電話の相手は事故現場の地下鉄延伸工事を施工していた工事共同企業体の担当者でした。その衝撃的な内容に幾星は驚愕。そして工事共同企業体の担当者から流動化処理土での埋め戻しを検討しています、どうか力を貸してくださいと懇願されたといいます。流動化処理土とは、水を含んだ泥水に硬化剤を加えて混ぜ、高い流動性を持たせた安定処理土です。崩落現場で使うのは一般的ではありませんが、処理土自体が3日くらい経てばかなりの強度を持って支えになります。そのため流動化処理土の生産プラントを所有していた環境施設に大量生産と運搬の依頼が舞い込んできたのです。幾星は工事共同企業体の担当者の切実な訴えに、その深刻さをすぐに理解しました。そしてこう返答したのです。わかりました、すぐにプラントの状況を確認します。電話を終えた幾星はすぐさま社内に、緊急事態だ、新しい仕事を受けるなと号令を飛ばしました。彼のその言葉を聞いて部署全体に緊張感が走ったといいます。そもそも依頼された内容は決して簡単なことではありませんでした。巨大な穴に対して、まずはインフラの坑道直下までの埋め戻しが急務であり、穴の7割を埋める必要があったのです。それに必要な処理度はなんと4000立方メートルと言われてもピンとこないですよね。どれほどの量かというと、25メートルプール約11杯分にあたります。しかも硬化が早く、作り置きができない種類の土であるため、生産後すぐにミキサー車で現場まで運んで施工する必要がありました。その上、最終的に穴のすべてを埋めるためには、さらに3000立方メートルの処理度が必要だったのです。そのため、環境施設ではこの依頼を受注後、他からの新規受注を停止し、プラントをフル稼働させて処理度を生産しました。それと同時に社員たちは運搬するミキサー車の確保に走ります。次々と現場へ処理度を運搬できるよう、近隣のミキサー車をかき集めたのです。社員たちの迅速な対応や連携により、運搬のめどが立ったのは午前11時半頃のこと。電話を受けてからたったの2時間後です。幾星は工事共同企業体の担当者に、処理土は午後2時過ぎには現地に持っていけます。搬入車は5台から6台は確保しました、と連絡しました。ここからは運転手や作業員の心意気が大きく関わってきます。すべての処理土を運ぶには、延べ1000回近く搬入する必要がありました。それは運転手にとっても、現場で作業をする人々にとっても過酷な作業です。しかし、運転手や作業員たちの目に宿っていたのは、やる気そのもの。対策本部が出した復旧プランは次の通りでした。最初の2日で穴の7割までを埋め戻し、次の3日でライフラインの復旧、その次の2日で残りの埋め戻しと道路の舗装、つまり1週間です。現場で7日で元に戻すぞと気合の入った号令がかかると、誰もがはいと力強い声を返しました。そして午後2時半ごろ作業が開始。使命感に燃えた彼らは交代で休憩を取りながらも、昼夜を問わず懸命に働き続けました。24時間体制での作業が続けられたのです。厳しい作業の中でも声を掛け合い、決して不平や不満を述べることはありませんでした。こうして復旧作業は奇跡的なスピードで進んでいったのです。実は福岡は炭鉱跡地が多く、多くの作業員が陥没事故への対応に慣れていたこともスムーズな作業を後押ししたようですよ。彼らの経験が生かされていたのですね。そして予定通り、事故が発生した11月8日の翌日には、ライフラインの坑道直下までの埋め戻しが完了。これで復旧の土台が完成しました。その後10日からはライフラインの復旧と近隣ビル基礎への重点作業が始まり、計画通り13日に終了。また道路の舗装作業も着々と進められました。そして陥没事故からわずか1週間後、奇跡が起こったのです。11月15日、午前5時、陥没した道路は完全に復旧。たったの1週間ですよ。信じられませんよね。まるで陥没事故などなかったかのような光景が広がり、人も車も通行できる状態に戻りました。しかも道路の強度が
陥没前よりも30倍になったというのだから驚きです。現場に投じられた人員は1日あたり60人、延べ約420人。復旧作業が完了した際には、よくやってくれたと互いをねぎらう声が飛び交ったといいます。また、イクボ氏は当時の様子を振り返り、すでに受注している工事に迷惑はかけられない。一方で、夜通し作業する運転手の疲労軽減の対策も必要で、とにかく大変な現場だった。自分たちがやらなければという使命感があった、と語っています。これらの言葉から前代未聞の事故に対して真摯に向き合った人々の姿が見て取れるのではないでしょうか。さて、この驚異的な復旧スピードは世界中に衝撃を与えました。そして海外のメディアはこの奇跡をこぞって報じたのです。ここからはそんな海外の反応を見ていきましょう。駅前の道路に巨大な穴が開くという事故は海外でも驚きを持って受け止められました。しかしそのインパクトもさることながら注目されたのは1週間という復旧期間。その奇跡的な仕事の速さに世界は驚嘆したのです。では海外のどんなメディアがこの奇跡を取り上げていたのかご紹介していきますね。イギリスの BBC はウェブサイトに巨大な穴で破壊された道路がわずか1週間で再開されたと事故発生直後と復旧後の写真を並べて掲載。この記事が BBC の Facebook ページで紹介されると1万回以上シェアされ2500以上のコメントがつきました。そのコメント欄には復旧のスピードに驚いたという声が寄せられていましたよ。フィリピンでは何年もかかると思う。国会議員がヒアリングをして予算がないといった話が延々と続き、結局はその地域全体が閉鎖されることになりそう。日本に8年間住んでいたが、ここハワイと違って建築作業員は非常に真面目で効率がいい。ハワイだと2ヶ月はかかるのでは？日本には尊敬以外の言葉が見つからない。やはりあの復旧劇は日本ならではなのでしょう。そしてアメリカの CNN は日本の技術と効率性を証明したという見出しで復旧劇を報じました。するとやはり BBC のコメント欄と同様の反応が寄せられたそうです。さらにイギリスのガーディアン紙は日本人持ち前の技術力と効率の良さで作業員は24時間体制で働き続け、道路の陥没部分のほとんどを実質的にわずか2日間で埋め戻した。この復旧スピードは東日本大震災で大きな被害を受けた道路復旧に向けた努力を思い起こさせると報じました。面白いところではアメリカの NBC テレビの人気モーニングショートゥデイでこんなことがありましたよ。司会者が出演者にあんな陥没が起きたら復旧にどれくらい時間がかかると思う？と投げかけると出演者らは1ヶ月 ?6 ヶ月？と反応しました。すると司会者は日本はたったの2晩で直してしまったと発言。この時スタジオは驚きに包まれました。さらに道路の強度が陥没前よりも30倍になったことも伝え、さらなる驚きを呼び起こしたのです。と言っても実際には事故後2日の時点では穴はかなり埋まっていたものの完全な復旧ではありません。ちょっと話を盛りすぎじゃない？なんて思いますが、そこまでの復旧でもかなりの衝撃だったということでしょう。このように陥没事故は世界に対して日本人の底力を示す出来事となりました。遠く離れた海外に日本の真摯な姿が伝わったのです。まして復旧の様子を近くで見守っていた人々には、事故を起こした企業を含め多くの作業員たちの懸命な姿が目に焼き付いていました。実は作業光景を見守っていた周辺の経営者たちから、陥没事故で支払われる賠償金について辞退の申し出があったといいます。賠償金はいりません。市で他に役立つことがあれば、そのことに使ってほしい。一人の命も奪われなかったのは、現場の皆さんの素早い対応があったから。迅速な復旧にもありがたいと思っている。そういった声が聞かれたのです。もちろんこのような声は少数ではあります。犠牲者が出なかったにしても、甚大な被害に遭った民間事業者やライフライン事業者は多くありますからね。ただ、苦しい時はみんなで助け合って、そして力を合わせて苦難を乗り切る。
そんな関係性が垣間見えたのではないでしょうか。あれほどの事故は決して起こってはいけませんが、災害大国である日本は今後も様々な厳しい状況に直面する可能性があります。その度に私たちは何度だって協力し合って乗り越えていかなければなりません。世界が絶賛した日本の姿、これからもそんな姿を保ち続けたいものですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。